さて、昨日記録的大雪となりました北陸地方福井市ではなんと37年ぶりの積雪量130センチを超えました。県内の国道では1500台以上の車が現在も立ち往生しています。完全に車が止まっています。だいたい1500台ぐらい、国道8号線で立ち往生しているということです。全く車は動いてません。わあ、この辺りはもう全く除雪ができてない状態ですね。記録的な大雪に見舞われている北陸地方、福井県内を走る国道8号線では1500台以上の車が動けなくなり立ち往生が続いている。タイヤがですね、空回りしてますね。雪の影響でタイヤが空回りしています。今ですね、トラックを引っ張ってますね。除雪車を使って、このトラックをですね引っ張ってますね。福井市では昨日正午、昭和56年以来37年ぶりとなる130センチを超える積雪を記録した。この大雪の影響で北陸自動車道が通行止めとなり、隣接する国道8号線に車が集中。あわら市から堺市にかけておよそ10キロにわたって立ち往生する事態になった。もう何時間ぐらい？昨日の朝の6時半かな。朝の6時半、うん、ずっと？ずっと。じゃあもう14時間ぐらい？そうそう、そんなもんで。会社行かれるの？この新雪がもうこんだけ積もってしまってるんで、はい、動いても次この車が出れるかどうかっていうのも。福井県は昨日自衛隊に災害派遣を要請。支援物資を配給する一方、400人の隊員が除雪作業に当たっている。昨日の朝から続く立ち往生、すると周辺住民からは、いいの？あ、ごめん。大丈夫ですか？大丈夫です。ご所さん、すいません、ありがとう。これは一昨日の夜9時、現場付近を捉えた映像。手前の金属製の車止めに注目すると、わずか5時間後にはすっかり雪に埋もれてしまった。福井市内の中心部にも腰の高さまで雪が。市内では昨日、エンジンがかかった車の中で52歳の男性が一酸化炭素中毒で死亡した。大雪の影響は市民生活にも及んでいる。福井市内にあるコンビニではおにぎりやサンドイッチなどが補充されず、棚がほぼ空っぽの状態に。いや、お昼ご飯買いに来たんですけど、今ないんでカップ麺かなんか買って帰ります。今あのカップ麺もないという状況で。あ、カップ麺もないんですか？じゃあ何も買わずに帰ります。物流がストップし、今も多くのコンビニやスーパーでは商品補充のめどが立たないという。これは視聴者が撮影した映像。福井市内の路上では大型トラックが動けなくなっていた。タイヤが空回りし動けないトラック、そこへ後ろから来たバスの乗客およそ40人が集まってきた。そして、北陸地方を襲った記録的な大雪はいつまで続くのか。1500台以上の車が立ち往生している現場からこの後生中継でお伝えする。福井市内の中心部にも